5月12日火曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージ、はい、こちらです。こちら、美哲学です。あなたが大事にしている言葉ありますか？それが自分自身の生きる指針につながることって結構あったりします。ちょっとそれを今日確認してみてください。今日のワンポイントメッセージは美哲学でした。それではまた。